中日本高速道路東京支社は、中日本高速道路の支社の一つ。旧、日本道路公団東京建設局の一部、静岡建設局及び東京管理局の流れを、組んでいる。NEXCO 中日本発足時は、横浜支社であったが、2008年7月28日付で、東京事務所と統廃合され、東京支社となった。 郵便番号105-6011東京都港区虎ノ門4-3-1東名高速道路を中心として主に神奈川県内、静岡県内のネクスコ管轄の高速道路、有料道路を管轄している。保全、サービスセンターは保全、サービス事業を担当している。かつて中日本高速道路は保全、サービスセンターを管理事務所と呼んでいた。 JH 時代は、横浜横須賀道路、第三京浜道路、横浜新道も管轄していたが、民営化直前の2005年7月に、東京管理局、東京管理局東局、東京管理局西局が、関東第二支社、関東第一支社、関東第二支社八王子管理局に再編された際に、これらの路線は、関東第一支社の管轄となり、民営化後は、 ネクスコ東日本関東支社へ引き継がれた。また、2012年4月14日に開通した、新東名高速道路の静岡県内の区間を管轄するようになったほか、新東名の開通を機に、東名高速3日日ビンターチェンジというかは、インターチェンジ間の管轄が名古屋支社から東京支社へ移管された。このほか、JH 時代には、静岡県内の4バイパス、 マナズル道路も管轄していたが、静岡県内の4バイパスは民営化半年前の2005年3月30日に国土交通省に移管され無料化、マナズル道路は民営化前日の2005年9月30日に神奈川県道路公社へ移管された。また、JH から箱根新道と西富士道路の管轄も引き継いだが、箱根新道は2011年7月26日に、 西富士道路は2012年4月1日にいずれも国土交通省へ移管され無料化された。かつては八王子工事事務所を管轄していたが2019年7月1日に八王子支社へ移管された。東京支社の新設と横浜支社、東京事務所の廃止についてありがとうございます。